こんばんは、ハリネです。シンスポ成仏ライブ第2弾です。今回もおなじみのいとこと一緒にね、うん、今回はそんなに有名じゃないだけど三口池っていうシンスポに来てます。ここのシンスポはね、老婆の霊とサラリーマンの霊と子供の霊と雨の日にしか現れん女の霊と三人の霊と池に立つ白い少女の霊とか、なんかいろいろなね霊が出るらしくて、池での自殺とかバラバラ死体などの噂もあるらしいです。でこのね三人の霊については名前があるらしくて、何だっけ、お菊さんとおとよさんと今橋さんだっけ、そんなような名前のね霊が出るんで。でも今回はこのサラリーマンの霊、自殺の話があったじゃん。このサラリーマンの霊は俺の勝手な見解だけど自殺だと思うだよ。仕事で嫌になってここに来て自殺したみたいな。なんで今日はもうこのサラリーマンの霊だけにスポットを当てて歌っていきます。じゃあ挨拶はこんなもんにして目指しますか。あ、もう多分これもうすぐ着くと思うんだけど、なんか看板あるね。あれ、警告って書いてある。ちょっと見てくるわ俺。了解。そのまま照らしとって。俺も初めて来るもんでさ。バイバイ。やめろ。ゴミの不法投棄のやつだったわ。そう。お分かりいただけただろうか。撮影者が車内で会話をしているとボイパのような不可解な音が。そう。これは車内に乗り込んできた霊がボイスパーカッションをしているとでも言うのだろうか。立ち入り禁止とかそういうのじゃなかった。ここだね。ここじゃない？これだら。これですね、三口池。白です。やっぱもうちょっとね奥に行くことになりました。ここに止めときゃいいら、ここ、お分かりいただけただろうか。いつもは素っ気ない返事をしている男性に注目していただきたい。ここに止めてけいら、ここ、これは上機嫌な幽霊が彼に乗り移ったとでも言うのだろうか。じゃあちょっとここに止めて。初めて。あ、初めて。あ、ピー入りますね。これ三口池のご案内ですね。ごめん、めっちゃ手形ついちゃった。さっき落としたやつ。じゃあ社会不適合者っていう歌をこの三口池に出るサラリーマンの霊に歌います。俺が勝手に思ってるだけど、多分このサラリーマンの霊は仕事に疲れて自殺しちゃった人だと思うんだよね。でこの社会不適合者も仕事に疲れて自殺しちゃう、仕事とか勉強とかに疲れて自殺しちゃう人に生き抜いてほしいっていう思いで書いたんで、もうその人は死んじゃったのかもしれんけど今まで頑張ったと思うんで死後の世界で楽しんでほしいです。じゃあ聞いてください。社会不適合者。仕事に行くのがめんどくせえ、毎日朝から夜まで、もう脳みそ弾けて職場にぶちまけそう。
だけあっても褒められねえ。当たり前みてえな面してさ、ミスすりゃ靴下の閉じたののしられる。人を殺したわけではない、誰かを傷つけたわけでもないのに、あいつはダメだと陰でささやかれて、どっちがダメだよおい、お前らに言ってんだって言葉飲み込んで、今日も都合のいいやつになり下がる。耐えられねえやつから自殺、1日76人ほど止めて伸ばして怒鳴るのをやめてくれ、今すぐ給料を上げてくれ。人は皆指さし嘲笑う、あいつは社会不適合者、鎖に縛られしつけられ死ぬくらいならそれでいい、笑われてても生き抜け、人生の主役は自分だぜ、脇役でも死にたくなるほど頑張ったなら、もう生きたくなるほどにサボればいい、稼げば稼ぐほど偉いとか、頭良ければすごいんだとか、心が汚れてりゃ意味ねえと、ほらもっと魂浄化して、仕事なんかできなくてもいい、勉強ができなくてもいい、人に優しくできたならいい、それだけでも素晴らしい、社会不適断られて、何も起きませんでしたけど、あのサラリーマンの例にちょっとでも響いてるといいね。間違いない。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ。お疲れ。まあそんなね、俺歌もギターも上手くないんですけど、歌詞だけはマジで本気で書いてるんで、だもんで上手いとか下手とか、この曲いいとか悪いじゃなくて、どう思うかみたいなので聞いてほしいです、生きとる人も死んどる人も。でも今回多分そのサラリーマンの幽霊が仕事に疲れて自殺しちゃった幽霊だったら、少しは心に響いたかなって思いますね。うん。ほんとかよ。じゃあ最後まで見てくれた人ありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と友達とか家族とか恋人へのシェアお願いします。バイバイ。バイバイ。人生の主役は自分だぜ、にとっちゃ脇役でも死にたくなるほど頑張ったなら、もう生きたくなるほどにサボればいい。